ポーランド内乱は大北方戦争の一部として発生したポーランドリトアニア共和国の内戦。ポーランド王位をめぐり、スウェーデンとワルシャワ連盟が支援するスタニスワ・フレシチンスキとロシアとサンドミエシュ連盟が支援するアウグスト2世が争った。内乱はスタニスワ・フレシチンスキの勝利に終わり、もともと王位にいたアウグスト2世は1706年のアルトランシテッド条約で退位した。 しかし間もなく、ロシアがスウェーデンを破ると状況は逆転し、1709年に、アウグスト2世が復位することとなる。ポーランド王アウグスト2世ロシア皇帝ピョートル1世、ポーランド王、スタニスワフレシチンスキスウェーデン王カール12世、アウグスト2世は1697年に、選出されたポーランド王、リトアニア大公の他に、ザクセン選定皇を兼ねていた。 彼は1699年にプレオブラジェンスコエ条約でロシアのピョートル1世とドレスデン条約でデンマークのルウェー連合王国のフレデリク4世と同盟を結び1700年に勃発した大北方戦争でスウェーデン帝国に対抗した。しかし3国の連合軍はカール12世率いるスウェーデン軍にことごとく破られポーランドの深くに侵攻される事態となった。 フラウスタットの戦い、クリシフの戦いに代表される、数々の輝かしい戦果を挙げたスウェーデン軍の前に、多くのポーランドリトアニアのマグナートが、アウグスト2世を裏切り、1704年2月15日に、ワルシャワ連盟を結成した。彼らは1704年7月12日に、スウェーデンが承認するポズナンのボイボダ、スタニスワ・フレシチンスキを、ポーランド王に選出した。 一方のアウグスト2世は、自派のポーランド貴族によるサンドミエシュ連盟の支援を受け、いまだポーランド軍の4分の3を保持していた。王とその支持者はスウェーデンに宣戦布告し、1704年8月30日にロシアとナルバ条約を締結、改めてロシア、ポーランド、ザクセンによる対スウェーデン包囲網を結成した。 しかし1703年10月以降、アウグスト2世は、ワルシャワに戻ることができずにいた。ロシアザクセンポーランドリトアニアの連合軍は、ポラツクに集結し、ザクセンにいる連合軍の死軍や、オットー・アルノルト・フォーンパイクル元帥の軍も、カール12世や、スタニスワ・フレシチンスキのいるワルシャワへ進軍した。しかし最初に、ワルシャワ郊外に到達した。 パイクル軍は1705年7月31日のワルシャワの戦いでスウェーデン軍に敗れ、ポラツクの連合軍もアダムルートビヒレーベンハウプト伯爵のスウェーデン軍によって精神を阻まれていた。結局スタニスワフレシチンスキは1705年10月4日にポーランド王として退官し、11月のワルシャワ条約でスウェーデンと同盟した。 アウグスト2世は1706年初頭に、騎兵軍団を率いて、ワルシャワに近づいた後、ヨハンマティアス・フォンデア・シューレンブルク将軍に、ザクセンの軍を、ポーランドリトアニア軍の下に移動させるよう命じた。しかしそのシューレンブルクは2月13日にフラウスタットの戦いで、カールグスタ・フレーンスケルドの個性のスウェーデン軍により、壊滅的敗北を被った。ポラックの連合軍はフロドナへ移動したが、 これもやはり4月にフロドナの戦いで大敗を起死した。カール12世はザクセンを占領し、ここに至って1706年2月13日に結ばれたアルトランシュテット条約でアウグスト2世は正式にポーランド王位を放棄させられた。スタニスワ・フレシチンスキの治世は結局短期間で終わる。1709年のポルタバの戦いで、 ロシアがスウェーデンに決定的な勝利を収めると、間もなくスタニスワ・フレシチンスキはポーランドから追放され、アウグスト2世が帰り咲いた。この内乱以降、ロシアはますますポーランドの内政への影響力と、干渉を強めていくことになる。この内乱と1733年に、スタニスワ・フレシチンスキが帰り咲きを試みて、アウグスト2世の息子アウグスト3世に挑んだ。 ポーランド継承戦争によって、ジェドニー・ドゥ・ササ、ドラッドジー・ドゥー・ロッサというポーランド語のことわざが生まれた。これは、分裂、無秩序、無政府の状態を意味するものである。類語によオド、ササ・ドゥー・ロッサというものもある。ありがとうございます。